再びバイアス湾に九州上陸を敢行。2月4日南紫の朝もやをついて我が精鋭大兵団は堂々終点の列を連ねバイアス湾内深く突入。先の奇襲上陸戦以来すでに三聖僧戦士に参たる先人の武功を胸に畳んで息いよいよ健康たちまち敵を制圧して全部隊の上陸に成功しました。かくて息つく糸間もなく疾風のごとく猛進を続け同日早くも英氏国境の佐藤を陥れ淡水を収め翌5日佐紫陽に殺到。香港召喚を通ずる敵の軍需走路を完全に中断して多数の炎焼資材を露覚敵に致命的損害を与えました。